楽天、石井監督、ロッテが1イニングごとに投手変えてくるから難しかった。使ってる投手の数同じやないかい。石井和樹さえいよいよ後がないな。吉井のせいか。いや、そっちもそうすればよかったやん。いや、仕方ないな。相手が投手変えなくても勝ててないぞ。正論は NG。くさ。お前も投手6人使ったやん。卑怯だぞ。それはロッテひどいな、かわいそうや。ロッテが悪いみたいな言い方。WBC の決勝作戦やな、さすがは吉井。どんな言い訳やねん。